はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。今ね、映しているのは、牧田のね、電動式の草刈り機の、まあ、ヘッドの部分ですね。実際草を刈る部分です。で、まあ、これが刃でね、これ回転して草刈ります。で、これがね、飛散防止のカバーです。で、飛散防止のカバーっていうのは、ここで刈った草が、草の破片が、ね、こっちの画面でいうと左側かな、左側の方に飛んでいって、作業しているね、人を怪我させないようにするためのカバーです。で、このカバーは、よりこの刃に近い方が効果があります。それとこの幅の広い方ですね。広い方が幅の広いものが、防止効果は高いです。ただこれを限りなくでかくして限りなくこの刃に近づけるとどういうことが起こるかっていうと、まずは長いものを買った時にこの刃とカバーの間に草が絡みます。ですから、まあ、例えば 2,3 回振るともう草ここにがっちり草が溜まっちゃって、刃が回らなく なります。それと、まあ、これを、まあ、限りなくねでかくしますとこれ自体が重くなっちゃってね、ヘッドの部分が重くなっちゃって、草が刈りにくく なります。で、この牧田の場合はそうですね、20センチぐらいちょっとこう下げてます。左の方に下げてます。これ隙間を取るためにね。で、実際は、この金具の位置が、あ、金具じゃなかった、この後ろか、後ろの位置がここに来てます。ですから、こうだから、あ、そうだよね、この金具がこの、カバーヘッドアッセンブリーのすぐ後ろにつく感じですね。そうしますともうほとんどこの隙間がなくなってしまって実質枯れません。で、深く刈ろうとするとこのカバーの下に当たってしまいます。まあ、それですので私はもう後ろに下げちゃってます。で、下げると当然自分の方に飛んできます。飛んでくるときはもうメガネでカバーですね。まあ、いろんなもの、まあ、一緒に枯らさって、飛んでくるんですが、私は基本的には高がりです。低く刈りません。そうしますと草の切りくずっていうんですかね、粉砕されて小さくなったものが自分の方に飛んできます。まあ、それはね、当たっても大したことないんで、まあ、無視してます。それと、まあ、保護メガネですね。保護メガネだけは必ずかけてます。まあ、ゴーグルが一番いいのかなと思うんだよね。水中メガネね、まあ、プールとか海で泳ぐ時に使う水中メガネタイプのゴーグルが一番いいのかなと思います。まあ、ですから、まあ、やっぱり使い勝手優先で私はちょっとこの感覚を広く取ってます。で、今日ね、ちょっと私の YouTube チャンネルを確認しましたら、このカバーはこのモーターアッセンブリー、ヘッドアッセンブリーを固定してますよっていうふうに書き込んだ方がいらっしゃいました。で、気になりましたんで確認しましたら、この固定と、このカバーの位置は全く関係ありません。で、このカバーの固定はこの6箇所、ビスが入ってるんですけどね、この6箇所のビスで固定してます。で、この機械の場合は中にモーターが入っていてこうウォームギアになってるんですけど、それを挟み込むようにして、
このカバーがついてます。ですからモーターのボディとこのカバーが一体になってるんで、これ6箇所ネジ外しましてパカッとやると中身がもうバラバラバラっと出てきちゃいます。ですからもしこれで、中の例えばねモーターから異音が出てくると、でちょっと中身を見てみようっていう方は、この最後のビス1本を外すときにこれを横に向けてそっとこう上に上げる。そうしないとこのままパカッと外しますと中身がボーンと出てきちゃって、もうどういうふうに入ってたか分かんなくなってね、パズル状態になっちゃいますので、これをバラすときはちょっと気をつけてください。で、モーターとウォームギアと傘歯車かなんかが入ってたのかな、部品点数的にはもうほんと少ないんで、多分異常音がして、グリスアップするぐらいしかないんだよね。だから使用頻度にもよりますが、1年に1回ぐらいはグリスアップしてもいいのかなと思います。あとは特別摩耗するとかっていうのはないんでね、あまり気をつけなくてもいいのかなと思いますけどね。あとこの真ん中からパカって割れるんですが、防水用のパッキンとか入っていません。単なるこの缶合で、気密性を保ってるんで基本的に水は入ってきます。防水対策になってませんので、朝露のある時ね、夜露で梅雨っぽい時はあまり使わない方がいいのかなと思います。一応もうモーターも電子部品なんでね、回らなくなる可能性があるんで、水が入っちゃうとね、プラスとマイナスがショートして回らなくなっちゃう可能性がありますので、あまりいい水水分の多い時ね、なんかは使わない方がいいのかなと思います。そういうことでね、今回ちょっとこの動画を撮った目的は、ある視聴者の方がこのカバーがこちらのアッセンブリを固定してるんだよっていうような書き込みがありましたので、それはちょっと間違いです。もうこれががっちり固定してあればもうこのカバーはどこについていても同じなんでね、もっとこう左の方についててもいいし、ただ単にこの安全防止飛散防止カバーがこのすぐ後ろについているっていうことは、こちらですね、左方向に動かないっていう、ストッパーの役目はしてるんですが、それほどこのネジが緩んできたらもうガタ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 振動で使えるものにならないと思うんで、このカバー本体アッセンブリーが左方向に動くストッパーの役割っていうのはあまりしてないと思います。現に私この状態で使っても特に問題はないんでね、この離れた状態で使っても特に問題はないんで、このヘッドアッセンブリーを固定しているという効果はほぼほぼないんじゃないかなと思います。結構ねこの草刈り機は非常に軽いんで、ちょっとした草刈りにはいいです。それとね、今車外使ってるんですが、やはり車外使った方が長持ちは、電池は長持ちしそうだよね。1個2万とか3万しますからね、純正はね。車外ですと5、6000円から、ちょっとでかいやつでも1万まではしなかったような気がするんだよね。9アンペアタイプっていうのかな、これ今何アンペアだろう、今9アンペアタイプっていうでかいやつついてるんですが、それですとうちで40分ぐらい使えるのかな、40分ぐらい使えますんで、田んぼのあぜの内側をぐるっと一周1個の電池でねできますんで、非常に使いやすいです。
ただ夏使いますんで、今度は温度対策なんだよね。温度が上がりすぎちゃって止まるっていうことはあるんでね、FL セーフついてますんで、まあ連続使用時間はバッテリーの温度上昇で決まるんじゃないかなと思うんだよね。人間がバテる前にバッテリーがバテちゃいますんでね。はい、そういうことで、まあ非常にね、このマキタの電動バッテリーは電動式の草刈り機はね、非常に使い勝手いいんで、まあもし検討されている方はちょっとね、買ってみて使ってもいいのかなと。で、マキタさんの場合はサードパーティーのねバッテリーもたくさん売ってます。ただバッテリーの充電方法で、まあ放置はしない方がいいと思います。中には火吹いちゃう、まあ、バッテリーもありますんで、まあうちなんかはね、庭でね、納屋の下屋で使ってます。で、充電中はもう遠く離れません。で、まあ時々 見に来てね、温まってしまってるような時は外しますけど、まあほとんど、ほとんどっていうか火を吹いたのは一回も ないです。ただ何も言わずに充電できなくなっちゃうのはあるんでね、それはちょっと強制充電かけてるんですが、まあそういう動画はまた後で作りますんでね。まあとりあえずは今回は、このね、このカバーがこのストッパーになってると、固定に、関与してるっていうのはちょっと間違いですというのが今回のね、はい、動画の趣旨です。で、これは別に広げちゃった方が使いやすいんで、まあ規定は この辺についてるんですけど、このカバーがこの辺についてるんですけど、下げちゃった方が使いやすいと思います。で、その分ね、 目だけバッチリ、保護してやればね、他は当たってもまあ別にね、腕を切断しちゃったとかさ、手首から先がなくなっちゃうなんてそんなもの飛んできませんから、このパワーではね、まあちょっと当たって痛いぐらいかな、と思うんだよね。ただ目に入るとちょっとね、しんどいんで、まあ目に入れない防護策はした方がいいと思います。あとナイロンコードは竹志の城は基本的には使いません。これやっぱり飛散がすごいんで、ナイロンコードは使いません。それと、まあ地際小石が飛んでくるような草刈りの方法もやりません。ちょっとまあ10センチぐらい高いところから刈ればね、全然問題ないんで、まあ電動草刈り機ってね、まあデメリットもありますが、メリットも結構あるんで、使ってみてください。はい、そういうことで今回の動画を終了させていただきます。はい、参考にしていただければね、ありがたいです。以上です。